これで大丈夫ですか？人がいるみたい。俺たちでやってみるか。カラさん、何か探し物？ライザか。何、珍しいものがいろいろあるのでな。目につく端から見ておったのじゃ。確かにサルドニカはオートとかでもあまり見ないようなものが多いけど、そんなにいろいろあったっけ？わらわにとっては人の作り出した装飾品は全て目新しいものに見えるのでな。そっか、ずっと異界にいたならそうなるか。何かいいものはあった？そうじゃな、こうして見ているうちに何点か所望したい品を見つけたのじゃが、これなど良きものだと思わんか？なかなかに興味を惹かれる一品と思うのじゃが、ただあいにく持ち合わせがなくてのままならぬものじゃ。なんだジョーちゃん、それそんなに欲しいのかい？お金を持ってきたらいくらでも売ってやるよ。バカにするでないぞ、わらわは娘っ子ではないわ。そうか、カラさんってずっと異界にいたんだから人間の使うお金なんて持ってないよね。私が代わりに買ってカラさんにプレゼントしてみようかな。いらっしゃい。こんな早い時間から大変だね。何を買うんだい？これを買ってくれるの？毎度ありがとう。これを買ってくれるの？毎度ありがとう。これを買ってくれるの？毎度ありがとう。またよろしくね。また来てくださいね。いらっしゃい。いいもの揃ってるよ。何を買ってくれるの？これでいい？はい、毎度どうも。ありがとう。またいつでもどうぞ。おはようございます。何をお探しですか？ありがとうございました。
ラさん、どうしたの？いや、こんな大きな町は初めて見たのでな。ああ、そういうことか。圧倒されちゃってるってことなんだね。大きいの、何もかも。王都の方が何でももっと大きいよ。それはまことか。ふむ、人の世界はかくも巨大であったか。ライザ、得意げに言ってるが、王都に来た時のお前もほとんど同じことしてたからな。そうそう、遠くからでも一目でライザだってわかるくらいには目立ってたよ。しょうがないじゃん、あんなに大きい町なんだもん。私も初めて王都に行った時は同じだったかもしれません。ここよりはるかに栄えていたので。みんなが通る道ってことだね。ふーむ、ならばもしわらわが王都などに行けばそっと押してしまうやもしれんな。気をつけねばの。この前フェデリーカにお菓子屋さんを案内してもらったんです。これで大丈夫ですか？あれあれ、ずいぶんと仲良しになってるね。これで大丈夫ですか？ディアンのおかげかもしれませんね。あ、発見？これも使えるのか？してるんだろう。フェデリーカ、どうしたの？ああ、ライザさん、よかったです。ここがどこなのか、わからなくなってしまいまして。あ、なんて？その、道に迷ってしまったんです。それって、迷子ってこと？だってフェデリーカってここで生活してるわけでしょ。どうしてそんなことに？それは地図をなくしたからです。地図？まさかサルドニカの地図ってこと？はい、私は昔からよく道に迷うんです。なので常に地図を持ち歩くようにしていたんですが。その地図をなくしたから場所が分からなくなったってことね。あ、私分かったかも。フェデリーカ、ひょっとしてずっと地図ばかり見て歩いてなかった？はい。普段地図に頼ってて周りの景色とか何も見てないせいでますます方向音痴になっちゃったってことじゃない？そうかもしれません。そっか、私はこれを機に周りをもっと見て歩くようにするのをおすすめするかな。はい、そうします。地図さえあれば問題ないので、新しく地図を作るために周りを見て歩いてみます。言いたかったわけじゃないんだけどな。フェデリーカってしっかりしてそうで意外と抜けてるところがある気がする。
で平気だと思うんだけど。ふむ、これはわらわが見ておったあの装飾品ではないか。一体何故。いや、なんだかすごく欲しそうにしてたし、そんなに高いものでもなかったから。いろいろお世話になってるし、この後もお世話になりそうだから、プレゼントということで。もしいらないならつけなくてもいいよ。これではまるで賄賂のようじゃの。お主の気持ちはしかと受け取った。ありがたくいただいておくとするかな。よかった、受け取ってもらえて。賄賂だなんてこれっぽっちも考えてなかったけどね。そういう手法も覚えておけばよい。いつか役に立つこともあるじゃろう。しかし物珍しいものよ。おそらくどれだけ見ても見飽きることはあるまい。そんなにすごいものかな、それ。割と普通な、何の変哲もないものに見えるけどな。人の手によるものというのも大きいが、オーリムでは見かけることのない衣装じゃからな。初見から気になっておったのじゃよ。カラさんはそういう装飾品みたいなのが好きだったりするの。そうじゃの。基本的に人の手によるものはいかなるものであろうと好きじゃな。その中でも普段目にすることのないものや古いものなどは特に興味が湧くかな。古いもの、例えば骨董品とか。いかにも、まさにそういうものじゃ。それならタオなんかとすごく話が合うかもね。まあ私も初めて見るものばかりだったらちょっと興奮しちゃうかもな。いいもの手に入るかな。何が入ってるかな。せーの、とりあえず集めておくか。走っていけそうだな。クラウディア。あ、それアクセサリー。どうしたの、サルドニカで買ったの。これ、ううん、これね、クリフォードさんが送ってきたんだよ。え、クリフォードさんって、あのクリフォードさん。そうだよ、探検で見つけたんだって。時々こうして送ってくるんだ。そうなの。何の理由があって送ってくるんだろう。私も本当のところはわからないんだけど、売ってお金に買いづらいようなものが多いんだ。だからもしかしたら手に入れたけど扱いに困ってるものを私に送ってきてるんじゃないかな。でもそれだったらなんでクラウディアなんだろう。そう、多分一番送りやすいからかな。ほら、私ならあちこちに召喚もあって、クリフォードさんとしても連絡が取りやすいし。確かに他の人じゃそもそも今どこにいるか、住んでいるところもわからない人たちもいるしね。あと立場的に私が一番そういうことに詳しいところにいるからかも。どういうこと。クリフォードさんって手に入れてしまったお宝にはあまり興味がないって感じだったじゃない。かといって捨てるのも。ってことで私に押し付けてきてるのかもしれないってことだよ。なるほどね、それが可能性としては一番高そうだね。とは言っても私もお金に買いづらかったり、欲しい人がいなかったりするものは扱いに困るんだ。あ、そうだ、せっかくだからこれライザにあげるね。私にはうまく扱えなくても
ライザならきっと別の役立て方があると思うから。そうかな。じゃあ遠慮なくもらうことにするね。ありがとう。手先の器用な職人さんがいたら教えて。ご挨拶してできれば契約したいんだ。いらっしゃい。何か手伝いが必要かな。何を買うんだい。これを買ってくれるの。毎度ありがとう。これを買ってくれるの。毎度ありがとう。またよろしくね。どこからか美味しそうな匂いが。これはシチューかな。もうお腹空いてきちゃったよ。あれ、フェデリーカ大丈夫？ああ、ライザさん、リラさん、私でしたら大丈夫です。そうは見えんな。顔色が良くない。何があった？理由は全くわからないんですが、シチューの香りを嗅ぐと頭痛がするんです。でもこれは体質の問題ですので、辛いですが心配はいりません。つまり匂いだけで頭が痛くなるくらいシチューが嫌いということか。いえ、私はシチュー自体は好きな方なんですよ。ですのでシチューを食べるときは大いなる葛藤に悩まされつつ食べることになりますね。私には理解できんが、難儀しているのは確かのようだな。はい、とにかくこの場は一刻も早く立ち去ろうと思います。実は私には同じようなものがもう一つあるんです。私は猫が好きなんですが、猫に触れるとくしゃみが止まらなくなったり肌が荒れたりするんです。なのでこんなに猫が好きなのに近づくことができないんですよ。フェデリーカの体質なんか大変そうだな。フェデリーカ、どっか行くの？ああ、皆さん今から食事に行くところでして。そうだ、よければ皆さんも一緒にどうですか。いいお店なので紹介しますよ。ほほう、人間世界の食事か。これは楽しみじゃな。いやー、すごく美味しかったよ。ああ、紹介するだけあっていい店だった。あのくらいになると大手でもそうは見かけないだろう。今日は人数が多かったので大皿の料理にしましたが、エビを使った料理などが有名なんですよ。どうしたボース、やけに静かじゃな。そういえばボース、料理もあまり手をつけてなかったよね。エビとか全部避けちゃって。いや、それは。ひょっとしてボースってエビ食べれないの？お前は島育ちだろ。それでエビがダメだというのか。ちゃんと食べれはするぞ。ではなぜ避けた。それはそのこの丸まってる見た目がよ、そのなんか幼虫みたいだなって思った。やめてよ、そういうこと言うの。こっちまで食べられなくなっちゃうでしょ。虫は虫でうまいぞ。ああ、喜んで食べるほどではないがな。いえ、多分そういう話ではないかと。丸くなってようが同じエビじゃん。うるさいな。ブルネン家の食卓ではまっすぐな状態のエビしか出てこなかったんだよ。エビはエビなのに変なの。すみません、店の選択を誤ってしまったようです。
まさかこのようなことになるとは。ううん、フェデリーカは何も悪くないよ。ボースが変なだけだから。俺としたことが。フェデリーカ、どうしたの？あ、いえ、すみません。目につきましたか？いや、そんなことないよ。ただ、何か考え事してそうだったから。そうですね、ライザさんたちと行動を共にするようになって、サルドニカを開けることも増えました。でも、こうして戻ってくるとどうしても町の仕事が気になってしまって。そっか、重要な立場だもんね。何か仕事が残ってるの？実は、はい。100年祭に向けた企画？世紀の彫像とは別にってことだよな。そうです、せっかくの記念祭ですから、町をもっと盛り上げるいい案はないかと。でもそれを思いつかないまま今に至ると。盛り上げるか。この町ならやっぱり何か作るのがいいのかな。だな。俺らはプロじゃないが、だからこそ見えるものもあるだろう。皆さん、ほら、こういうのはみんなで考えた方がいいアイディアが出ることもあるじゃん。私たちも協力するからさ、みんなで何か考えようよ。ありがとうございます。工房に行きましょう。過去の品から何か手がかりが得られるかも。近場に美味しい甘味の原料があるとか。今からでも遅くない、行くぞ。あんまり勝手に離れると怒られますよ。